はい、どうもです。ついに来ましたフェスの情報。スーパーマリオ35周年に合わせて、スプラトゥーンとコラボのフェスが開催されることが決定しました。お題は、どっちになりたいか、スーパーキノコで巨大化するか、もしくは、スーパースターで無敵になるかです。まだ断片的な情報しか出てないんですけど、詳細が決まり次第、またスプラトゥーン運営から言ってくれるみたいなので、ちょっと楽しみにしておきましょう。ちなみに期間は2021年の1月頃です。あのマリオとコラボか。嬉しいですね、あのマリオと。あのマリオと。あとフェスの開催と伴って、グッズがね、出るみたいなので、もうニンテンドースターで売ってるみたいなので、購入する人は早めにした方がいいと思います。猫泣いてる。はい、お待ちしました。バッテラストリート縄張りバトルです。よろしくお願いします。で、ついにね、フェスの情報が出たんですけど、まさかの来年。1月って遠くないか。忘れちゃいそう、いつか。失礼だな。マリオ35周年で忘れるって、結構失礼。でもね、本当は9月に来ると思ってたんですよ。フェスあと2回あるって言ってたんですけど、フェスって季節ごとにやってんじゃん。だからなんか10月、9月来ると思って。で、今月4連休あるからさ。あ、ナイス。4連休使うと思ったんですよね。うい。いや、1月遠いよ。絶対忘れちゃうよ、みんな。あ、でも、グッズ買えばいいのか。グッズ買ってる、うわぁ来ないで。ちょっと待って、難しい。危ない。割られた。逃げろ。危ない。逃げるべきよ。あ、でも左取られちゃったな。あれ、倒したいな。くっ、当たらない。弾来てた、弾が。ナイスな弾が来てた。まずい。これはどうしようかしら。塗り返せるか？仕方やられちゃったけど。うえ、いない、オッケー。おお、怖え。下怖えな。危ない。あ、われ。来るな。やれ。倒せ。ナイス。これ何もしてない。味方に指示しただけ。指示中。ちょっとバレできついですね。怖すぎるですよ。ちょっと見てんな。やばい、こいつ誰か。いやー、うらよっしゃ。フィアは強いね。守りつつ倒せる。あ。隠れても無駄よ。さすがにバレる。魔眼の力。隠れてるところがわかる。危ない。時々自分で何言ってんだろうって思う時がね。自分の動画見返したら、なんだ魔眼って。改めて、うえ、強し。リールガンの3点バースト全部当たると、メイン性能つけてるから、で、一撃で倒せるときあるんですよ。これがまた強い。ちょっとバレるやだな。これ、やべえ！待て。おい。デジャブだな。さっきも誰か知らない人これ倒したぞ。OK、ナイスに落ち。いける。これは塗るべき。わぁ。あ、倒したかった。いや、でも大丈夫だろ。勝った。あー、わかんないけど、勝ったんじゃないかな。うえー、ありがとうございました。ま、10ぐらいの差ついてたのか。いいっすね。フェス前に、勝っといてよかった。はい、間違いしました。もずく農園。てか思ったんですよ。マリオの35年って、意外と新しいな。35年。任天堂ができて、マリオが生まれて、すごい、あー、落ちちゃった。なんか30ってね、最近な気がするわ、35年。まあ俺生まれてないんですけど。ひ。あ、まだ来てる。危なっす。うわ、インカーマーついちゃったー。これ倒せないな。時間稼ぎ。これ塗って時間稼げればいいんじゃない？
怖っ。割られんの早い。まあ、救いていたか。無謀だったな、今。あ、思ったけど、マリオの色じゃん。んちゃじゃん。誰かと戦っ、うわぁ強い。北斎がいたよ、ずっと。塗り返さないとね。いや、北斎意外と当たるんよな、弾が。気づいたら当たるんよな。オッケー、あんま削った。あ、嘘。いや、マジか、危ね。怠慢、怠慢。上来てるか？ボムはきつい。怖っ。なに、嘘だ。あー、当てられてしまった。なんかまた戦ってない？チャジャが北斎に遊ばれてる。大丈夫か。当たらない、ごめんなさい。チャジャこれ抜いて。これ一緒に倒そう。ナイス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 、誰かのミサイル来てたね。ありがたいね。うわぁ、ナイスアーマー。このアーマーはありがて。うれ、うわ飛んだ、危ねえ。急に飛んだ。よし、ちょっと塗り返すか。これ結構強いと思うんだよな、ここ塗っとくと、最終的に塗り返すの時間ないから。この時間帯結構、やっべ。あ、やべえ、逃げ場がなかった、ごめん。くそ、もうちょい痛かった。もうちょい痛かったなぁ。でも真ん中取れてる。また遊んでるぞ、これ。また北斎がいる。どっから来てんだろう。毎回いるんだけど、北斎が。怖。かっこいい。ちゃん。あ、追い返した。大丈夫。で、まだね、下いそうだね。怖いな。ん、なんか当たった。うわ、いやくそ、何もできなかった、最後。いやー、わからないよ。負けたかもしれないよ。勝った、ギリギリ。勝ってた。あ、よかった。あそこ塗ったからかな。ありがとうございました。あれ、もずくじゃん。もずくはなんか好きじゃないな、前でも。あ、ブラサ珍しい。塗ろう。ここちゃんと塗って。なんかギリギリ勝てる気がするんだよ。相手ブラスターだと。ちゃんと塗っとけば、接戦になった時強いから。っていう意識で、フェスやってました。ちゃー危ない。あのちゃーは俺のこと狙ってるのかな？え？怖っ。怖いけど、でも味方のインカムあったから。余裕っすわ。うおぉ。一戦のさ、弾ってさ、上からやられるとさ、目が見えなくなるんだけど。目つぶしの効果もあるよね、あれ。ウェイ。あ、なんか張り付いた。セミになっちゃった。いやー、飛んだか？飛ぶのはずるんじゃないか？逃げる。ジェットパックは苦手。あ、入っちゃった。おい、さっきの北斎みたいなことしないで。みんな入ってく。俺も入ってるから何も言えないけど。みんな入っちゃう。来てるし。怖っ。マジで怖っ。マジで怖っ。あ、逃げてったわ。よー、他の来た。びっくりした。あーと一発なのに。嘘。こっちから見てる。いっぱい。やれそう。敵がたくさんです。あー、なんか直撃か。直撃もらってしまったよ。さあ、ドラえもん。マリオの35年。マリオさ、35年。マジで短い気がする。あっという間だったね。コア抜けちゃおう。でさ、僕最近ドラえもんの映画見たんですよ。ドラえもん確か50周年なんだよ、今年。
あ、やべ、これ来てるわ。逃げつつだな。ドラちゃんは50周年だからさ、マリオより多いんだよね。って考えるとマリオは最近な気がします。怖っ。いや、まだ俺この場所痛い。危ねえ、使えた。怖っ。逃げろ。あー、やべ、挟まれてた、くそ。いや、でも結構濡れたんじゃない？あ、なんか入ってる。手前に誰か入ってる。あ、これ何？これ、チャージャー？チャージャーが来たんですか？まあ、敵陣地濡れたし、で、ブラスタイトし。あ、勝ったと思いますけどね。おい！よし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 。よかった、ギリギリだったな、これも。ありがとうございました。いいですね、あの、マリオ35周年。おめえ！